食べてみる？見た目は美味しそうだけど、マヨネーズがないんだって。どう思う？まあいいか。注文いい？出てます？映るよお前。どうすか？できました。ご飯すごい、2玉。味が薄かったら醤油入れるから。美味しそう。酢うどん、ネギ入れてくれない？ネギ多分一生懸命作ったんだよ、料理苦手なのに。可愛いかも、一生懸命作って苦手なのに。ちょっとテレビ消して。テレビのチャンネルわからん。あ、テレビ映っちゃってるか。見つかった。顔映るよって言ってんのお前。あ、ちゃんもういい。ほら、これ。いや、違う。あ、消すの？テレビ映せないんだよ、配信。あ、そういうことね。ごめん。怖いよ。でも最近あんまいないじゃん。ミルキーいる？最近ミルキーいないんだよ、枠に。アリちゃんと出勤率 100% のリスナーがミルキー。なんでお前さっきコメントしないの？お前心配なんじゃん。いたよじゃなくて昨日いた？コメント率悪くない？ちょっと心配になっちゃうんだよ最近。いつもいるリスナーがいないとあんまコメントしてないでしょ。なんかあったの？大丈夫か？ん？ないよ。自分で携帯見ながら動きな。ちょっとやばい、いい女かも。何もやってくれ。ちょっと俺があえてちょっとモラハラ風にコメントし喋ってるんだよ。これなんでかっつったら、配信体制があるかを今確認したんだけど、ちょっとありそうなんで。お茶に決まってんだろ、飯食うんだから。氷も入れてこうよ早く。氷ないから冷たいお茶入れる。これは体制って、体制じゃなくてアンチ体制の体制。これ氷入れるね。入れないで。あ、ごめん。いらない。これ案件じゃないからラベル外して。あ、分かった。そんなタラで宣伝したく気づかなかったね。私がいただきます。はい、うん、濃い、うん、でもいつも麺食ってるから、うん、普通にご飯と味噌汁と、うん、そういうの食べたかったから。あ、ごめんね、うん、私は悪かったね。そんな風に多分そうなってないよ。これ冷凍のやつだから、うん、そんな風になってないと思う。冷凍のうどんっていうのはあらかじめ茹でてあるやつを冷凍してるから、うん、結局は沸騰したら食べれるんだよね、うん、あ、うん、それを煮込んでるから、うん、必然としてやっぱ伸びてしまう。あ、煮込みうどんじゃない。それは覚えといた方がいいと思う。分かったね、うん、じゃあ覚えとく。もうすぐ食える状態なんだよね。分かった、うん、でね、生麺じゃないかな。あ、ほんと。これごま油入れた？ごまが入ってるだけだよ。ごまだよ。白ごま、うん、白ごまだよ。これどうぞ。これは七味入れて。あ、一味だった。七味にして絶対に。いや、一味しかないよ。一味しかないの。マヨネーズもないし、うん、ごめんね。マジ、うん、じゃあ入れない。七味ないの、うん、ないの、うん、じゃあ一味まだ。すごい入れるじゃん。もうちょっと。え、まだ入れるの？もうちょっと。ええ、もう一振りぐらい。やりすぎだ。ごめん。加減。もういい？これしまって。うん？もうしまっていい？ダメ。ダメなの？うん。温まる。美味しい。ありがとう。一玉でよかったな。お腹いっぱいになっちゃうじゃん。何これ？酢うどん。ねえねえ。
とろろ昆布ちょうだい。これほら、とろろ昆布おかわり。うん、わかった。何スプーン、ラーメンじゃねえんだから。なんかいるかなと。うどんでスプーンいるの。なんか私使う、使う、うどんにスプーン。スガキ屋じゃねえんだよ。あ、これ、あ、ごまだったね。いいの、美味しい。他のも作る？ん？他のも作る？作ってくれるの？うん、あの、ピーマン好き？ピーマン好き。ピーマンと、うん、でもっとがっつり入れてくれるの。こんなんちぎるんじゃなくて。そんな。もっと。もっと？全部入れて。全部？これ？うん。嘘でしょ。ドロドロうまいから。うん。まだ？まだ入れる？そう。あ、もういいや。いいでしょ。入れすぎだわ。なんでそうって言うの？マジやだ。な、ねえねえ、入れた後で言わないでよ。つかヘラヘラすんな。入れた後で言わないで。女の顔で見つめてくんじゃん。いや、女の顔じゃないじゃん。マジ入れた後で言わないでよって言っただけじゃん。ヘラヘラしてくるな。嬉しそうな顔をするな。いや、ほんとに無理。お、モラハラだなぁ、こいつ。女になってない？あのね、画面で見てるのとね、一緒に見るのと違うからね、本当に違うからね、君たち。なんかすごい幸せそうな顔してた。マジで味はうまい。美味しい。とろろ昆布がうまいって感じ。温まるわ。で、ピーマンと何作ってくれるの？ご飯ないの？あ、いるわ、ご飯嫌いな人。だから痩せてんだな。いるね、そういう女。一番無理なのが、ご飯嫌いで菓子食う女。もう菓子ばっか食ってるやつ。一番無理、合わない、そういうタイプは。やっぱご飯ないとね。あ、萌えお腹空いてないの？ん？お腹空いてないの？私？うん、これあげるわ、うどん半分。あの、変なもん入れないでね、本当に。変なもん入れないでね。どれぐらいぶり？何が？男にご飯作るの。誰の家？リスナーさんの家だよ。抱かないよ。なんだと思ってるの？もう寝るよ、うん、返事ない？もう何年も前で作らなすぎて覚えてない。量ある。これ3玉入れた？これ何玉？3玉これ。何？何玉これ、うどん。耳悪いの？何？耳悪い？いや、今切ってみたから分かんない。何玉って聞いた。食べました。ごちそうさま。はい。あ、おいしい、いいよ。いいの？うん。
ね、ここに暮らしてもいい？居心地いいかも。何？ここに暮らしていい？帰って。あ、じゃあ帰るね、明日。うん。何作ってん？なんかピーマンとツナ？行きたいよ。あ、ちょっと。あ、おしゃれだね。まな板がおしゃれじゃん。あ、リュウジさんのやみつきピーマン？いや、わかんない。あの、それはやみつきピーマンのやつが。あれじゃない、塩昆布のやつ。家がね、綺麗だね。何気にね、なんかミーコとか人の悪口言うだけはあるなって感じがする。俺が絡む女の悪口をずっと言い続けてきた子だから、言うだけのことはまああるなっていうのはあるけど、普段料理してないなって感じ。料理してる、ちゃんと。普段料理してる子が俺が来るって分かって、うん、何を作るときにうどんはチョイスしないよね。しかも酢うどん多分だよ、うん、普段から料理してる人だったら、うん、もうちょっとなんか、うん、豚汁とご飯とで栄養を考えてきんぴらごぼうと、うん、で塩サバとかね、うん、俺は普段からラーメンとか食ってるから、うん、あ、体にあるやつね、うん、でちょっとシャレ気が強い女だとスパゲティだね。パスタ、うん、パスタも考えたけど、パスタ別にいいでしょ。無理でしょ、作れないでしょ。作れるよ。無理だ、今ないけど、うん、ないんでしょ。ルーがないもんね、レトルトが。レトルトじゃない。そこのシンクに置くときにベタって置いたやつを使われるの苦手だから、あの先はあのそこにつかないように、うん、あっちに飛び出して置いてほしい。これ、うん、そこの先っちょを下のシンクに置いてやられるのがちょっと苦手なんで。ごめんね、それは潔癖だから。嘘だろ、潔癖じゃないだろお前。で一回ちょっと貸して お手本見せるから、はい、だからこうやって忙しい合間でもこうやってほしいんだよ。ああ、じゃあここじゃなくて ここに置くにゃ。それもあり、これもあり、うん、じゃあごま油。でもここにベタッと置かれて使われるのが苦手なんだよ、はい、これも主婦の8割も忙しいからそれやっちゃってるんだけど、うん、見てると言いたくなる。そうかそうか、見てなかったら言いたくならないけど、うん、ごま油入れるね。ストップ言ってよ、どれぐらいがいい。お前の料理でなんで俺がストップするんだよ。もういいよ、まあ、うるさいもん、横にいられると。うるさい俺は。足で蹴るな笑うな喜ぶな。ド M が喜んでないじゃん。喜んでるじゃん。何を喜んでんのよ。喜ぶな。食べてみ、食べてみ。あんとかやめて、もう、はいはい、やめて。早く マジそういうのやめて。ほらほらほら、マジイチャついてきた。ちょマジやばい。こいつ味見でしょ。イチャついてきた。イチャついてきた。もう食うよそのまま。イチャついてないじゃん。マジイチャついてきた。映さないでよ。うん、うまい。はい、塩コショウかけて。あは。塩気がない。ごま油の味しかしない。あ、ごめんなさい。ストップ。ストップじゃねえよ。入れすぎな。え？ちょっとでいいんだよ。醤油垂らせや、ちょっと。醤油入れる？二滴な。隠し味程度に。醤油入れるか。ちゃんとやれや。あ、醤油はいいね、それ。生搾り系最高。一滴二滴な。隠し味程度に。もうちょいだよ。もうちょいで、ね、ペッペッペッと。ペッペッってやれや。喜ぶなよ。キモいな。カセも。うるさいな。キモいなお前。本当うるさいこの人本当に。なんでこの人ご飯作らないの。うまそう。うるさいわけ。下げてなこれ。この人本当に。嬉しそうでしょ。こういうね気が強い女ほど M なんだよ。これはね分かるでしょみんな。こうやって言われるの好きなんだよ。これうまそうじゃん。わかるでしょ。嬉しいんだよ。変に優しい男よりもね、おいゴミとかって言われる男が好きなのね。
この子は甘えん坊でもね。